おはようございます、ブヒケンです。本日は土曜日でございますね。めちゃめちゃ暑いもうめちゃめちゃ暑い。そしてすでに時間は、もう午後2時ですちょっとね、朝一からお客さんが来てまして、ちょっといろいろお話をしててね、楽しいバカ話みたいになっちゃってるんだけど、そういうのがね、息抜きにもなりますんでね、私は。はい、皆様遠慮しないでどんどん遊びに来てください。はい、それと視聴者の皆さん、いつも書き込み本当ありがとうございます。楽しく読まさせていただいてますし、勇気もいただいてます。はい、でちょっとイーちゃんさんからなんかそのハンドルネームのところがいきなり変な風に変わって、何度こう打ち込んでも今までのイーちゃんヤッキーさんっていうやつにならないって書いてくれたんだけど、そうなんですよ。ある日3日ぐらい前じゃねえかな、突然さ、ほらなんだっけ、視聴者さんのお言葉紹介動画撮るじゃないですか、僕先週も撮ってるんですよ。でまだ出してないんですけど、一応撮ってあるんですけど、定休日の日に撮ったやつが、その時はねまだ普通の皆さんがね考えたハンドルネームがそのまま出てたんですけど、次の日の夕方ぐらいかな、 YouTube 自体のシステムに何か不具合が出てて、そうなってんじゃないのかなって思うんですよね。なので僕も視聴者さんとかの書き、俺のページだけかなとかって思って見たら、僕のパソコンで見る限り全ての YouTuber さんのその書き込みに対するそのハンドルネームがああいう風に変な風になってるんで、全体のあれじゃないかなって思うんですよ。それかそういう風に YouTuber 側が変えたとかね。よくほら YouTube 細かいとこコロコロ変わるからさ、ちょっと原因が分かんないんですけど、治るの待つしかないかなって、ね、思ってますね。はい、なんでしょうねあれ、多分僕のパソコンだけじゃないと思うんだよな、全部の人がそういう風になってると思うんだよな。参りましたね、ああいうのも。あ、ちなみにもう今日ね、朝からさ、もうベランダこう開けるんだけど、もうその瞬間に暑いのよね今日なんか。でいやもうこれちょっと作業着いつもオーバーオール着てるけど、それすらももう暑くて無理だなって思ってさ。で去年まで使ってたズボン、半ズボンね履いてるんだけど、ブカブカなの。今ベルトでギュッてやってあるんだけどさ、去年までベルトなしでさ、パツパツでさ、こうずり落ちなかったのがさ、ねえ、俺そのつもりでさ、今日朝履いてさ、くーちゃん散歩行ったの。そしたらさ、ズボンが降りてっちゃうじゃんなのでこうやって押さえながらさいやー、痩せてるんだねやっぱり。そんな感じでね、本日も作業とは何も関係ないお話からね、ちょっと遅くなっちゃっていましたけど、作業をスタートさせたいと思います。はい、皆様最後までご視聴よろしくお願いいたします。できましたらいつもいつも申し訳ないとは思うんですけど、高評価グッドボタンのねやつこう押してくれたりすると嬉しいんですけどねはい、そんな感じでよろしくお願いいたします。さてと、じゃあ昨日の続きからいきましょうか。よいしょ、こっち側行った。結局あそこで止まっちゃったんだよな。で今日はあそこから後ろ太鼓の部分ぐらいまでで、これね、右と左いっぺんにやればいいじゃんって思うでしょう。それがさ、右と左でさ、やっぱりさ、もうあっちこっちの角度が違うんですよ。そう、うまくこうやっぱ左右で逃がしながら作ってあるもんでね。ああいうキットが売ってんのかもしんないよね。あれなんか差し込んで溶接してあるしさ、ちょっとそれは分かんないんだけど、でいい出来にはいい出来でしたよね。やっぱちゃんとした作りでさ、でもさ、作り変えなきゃどうしようもないからさ、作り変えてんだけど、最初からだよね最初から作り変えだよ、フルで。楽しくてもうたまらないじゃあちょっとそっから行こうか、一回潜ってきます。ちょっと腰が。でそれでは、ヘダースから降りてきて、ここからパイプがつながるところだけど、フランジでここから取れるようにしといてあげましょう。あまりにもね、距離が長すぎるので。そしてここでフランジにすることによって、
フランジのネジを使ってメンバーに完全固定というか形を取れますね。ただスポッて入るはずなのにパイプがへしゃげてるせいで入りませんから、なんとかぶち込みます。入るかな。はい、なんとか均等に打ち込むことができました。うん、ちょっとねこっちの角度もね、あのまっすぐじゃなくてね、こういう風に寝かすもんでね、余計入りづらいんですよ。これまっすぐだったらあのこの辺の歪んでないところはスポッて入るんだけどね、やっぱ歪んでるところが入んなかったのでなんとかしましたよ。引っ叩いて無理やり入れたで、このぐらいの角度だったらボルトもね大丈夫だと思うので、よし、うん、ちょっとねこんだけ角度をつけたいんですよ。でこっからまっすぐに後ろがね、さっきのところが出るので、で、いつものようにこの内側を溶接します。はい、完成です。向きを合わせてみた、向きをでこのちょっとでかいとこあるじゃないですか、ここね、ここがあの重なったところです。あの交互にやって重なったところだもんで、まあこっち側にほらね出てるとまずいので、こっち側はもう後でこう成形します、ちょっと冷めたらね。はい、冷めて成形もしたので取り付けてみましょう。福井ちゃん危ないぞ。よし。あ、ちなみにあのヘダースのとこのガスケットね、これももうこんななのでちょっとこれも交換しますね。よいしょ、ちょっと取り付けましょう。あ、取り付ける前にもうここは完成なので、ここだけちょっと耐熱を入れますね。この新しくくっつけたフランジのとこで新しいガスケットを入れて、もうこいつは固定します。よいしょ、ちょっと待ってね、今塗ろうと思ったら耐熱がなかったくそー、買ってくるか。はい、買ってきて塗りました。もうちょっとこの作ったとこだけ塗りますね。あの全部塗ってるとあのとりあえず一缶でね結構な金額するんで一缶でこう作るとこだけ塗るんであるならば、多分一缶で多分足りると思うので、まあもちろん新しい材料のところはねちょっと塗っときますけど、こういう元々のところもだけどサビ浮いてるからな。まあそんな感じでちょっととにかくやっていきます。一旦乾くのを待って乾いたら、取り付けます。はい、乾いたので一回取り付けて完璧固定と行きたかったんですが、あそこのガスケットがありませんでしたいや記憶ではどっかにあるんだよ。うん、でも見つけられないので注文します。なんでとりあえずあのつけないとこっから先が始まんないので、つけるだけつけて、ガスケット到着したら入れますねちょっとつけちゃいます。はい、こんな感じ。ちょっとミッションのところのオイル漏れがすごいですね。こっちはミッション、エンジンの方か。ここから漏れてなきゃいいけんね。こことかトルコンのね、後ろのとこ。そこから漏れてると結構めんどくさいよ。エンジンかミッションどっちか下ろさないと交換できませんよ、そういうのは。まあ、ちょっと最後にいろいろ見といて、オーナー様に教えといてあげよう、いろいろ。致命的なやつは多分今んとこないと思う。ボタ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 。ねえ。っていうのはないと思うんだ、今んとこ。よし。うん、さあちょっと後で見よう。後っていうか最後にね。じゃあここから先行きます。はい、今接合して最初に作ったところに、フランジをボルト止めして、こっちからパイプを差し込んで細かい角度が決まります。出口の位置はここへ来てもらいたいので、ここ、うん、指半分ぐらいは空いてる。ここでうまくねつけれればね。またこれが全部溶接した後本気目になるとさ、ちょっとずれてたりすんのよ。完璧についちゃなければここで
こいつと固定してちょっとこう考えてね、こういうのを作ってこうやって固定してここに振動でガツガツこう当たんないようにするで、なおかつシャフトもこれで避けれる。危ねえ、曲がった今。じゃあちょっとこれで印して外してそこで溶接します。ちょっと待ってて。はい、ではゆっくり取り出してきたので位置に合わせて接合します。熱い。はい、溶接 OK。 大丈夫だと思うよ。うん、じゃあスムージングしてまた合わせてみましょう。よっこらせ、よっこらせ。このパイプ自体のこの合わせ目が上に来るようにしといたので、さて、あらららら、ちょっと待って。ああ、いって、指が痛いです昨日の。ああ、手洗うたんびにしみる。いてててて、力が入んね。あっちこっち怪我だらけですよ。もうこう、ここも切っちゃって、まあいいか、どうでも。ああ、もうちょっと、あっち、なんだ今日の暑さは。ちょっと待って、ナットもう一個どこ行った。よしよし、でちょっと一回ぎゅうぎゅうに締めます。ダメだ、動いちゃう。ああ、ちょっと待って。よし。ああ。よっしゃ。どう？うまくいった？大丈夫ね。はい、接合する前と同じ状態で隙間が空いてます。ちょっとだけどね。このメンバーがこういう加工をしといてくれたらな。なかなか、なかなかね。これででもまあ当たらないでしょうよ。そうだね、当たんないね、ここだったら。ちょっと後でもう一回見るけど、で位置もいいとこへ出た。よし、じゃあこっから後ろ、ちょっと待って。ああ、もう嫌だ暑いのは。いいですね、こう。おそらくあのメンバーの端っこの一番突き出ているところとほぼ同じぐらいの位置じゃないかな。ちょっと重さがかかるかな、わかんないけどね。だけどあれ以上上に上げれないからな。次、太鼓。じゃあいよいよここで切り落としますね。ちょっと待ってて。50杯のとこで。お、重いな、おい。はい、切り取りましたけど、よし、こっちで。やっぱりこう刺さって、ズワって刺さって、こういう風に溶接されてたので、ここにこのフランジの大きさではつかない。つくけどね、無理っくり、無理っくりつけりゃね。でもそれも美しくないので、一回こいつをこう入れて短めに切ってズボって差し込んで、くっつけて使います。これもいらねえな。ちょっと加工していきますね。ちょっと待って、熱い。ちょっと待って。はい、今とりあえず部品を切り出して打ち込みました。ズボズボではないのでね、ガンガンやんないと入っていかない。でこれが溶接してこういう風に前後ろでつくわけですね。で太鼓だけ外せるようになると。よし、ちょっと待って、だらだらに汗かいてる。